絶対でも可愛いのに。うつありな感じ？これある？いや、あるとか言われても。言わないだろ。ショウミジンちゃん、やめて。泣いて。この紫の女にこれ分を出すんだ。それ大丈夫だよ。ちびメカゴジラくん、よろしくね。あ、ちびモスラ。混ざりすぎじゃないですか？だ、はあはあ、見た？あ、ちょっと見。待ってください、お兄ちゃん。皆さん大丈夫ですか？なんとか。違う、このファンって元はアプリゲームで、いわゆる二次創作ってやつだよね。私こういう世界のこと全然わかんないからさ。全然ね。お、二次創作なんだ。なんていうのかな、完全無欠の怪獣王子様っていうのがなんか属性がわかりやすすぎるよね。普段オラオラなのに、どうせこの執事には弱いでしょ。いや、でしょと言われたの。お兄さん系執事に抑え込まれる感じ悪くない。うん、私はオタクじゃないの。僕はオタクだよ。え、僕はゴジラ映画オタクなんだよね。自分の親の映画が好きってのもなんだ。誰かに迷惑をかけるわけじゃないしね。まあ僕はゴジラ映画の放射熱線のシーンのたびに自分も興奮して熱線を吐く。ありがとう、チビゴジラくん。いいですね。二人が意外な共通点で分かり合えてよかったです。そうだ、その漫画ちょっと読んでみていい？絶対無理、マジで切れます。特に文出てますよ。一体何が書いてあったんだろう。まあでも人には知られたくない秘密がありますから。あ、もう一冊置いてあるよ。見た？うん。あ、本当は見てないけどね。その優しさは違う。